日本近畿地方大阪府堺市三原区三原区は、堺市を構成する7行政区のうちの一つ。2006年4月1日に、堺市が政令指定都市に移行し、旧南河内郡三原町の区域をもって、三原区となった。初代三原区長は、松川安次。堺市の東に位置し、羽曳きの給と接している。南東部が標高が高く北西は、 平坦な平野である。区内には、狭山池を水源とする東桶川と西桶川が流れ、平野部では田畑が広がり多数のため池が現存している。また道路交通では高速道路のインターチェンジや幹線道路が集中し、堺市の東玄関である。平尾村、黒山村、丹南村の三つの村に美しい平坦なのが広がっていたことから、三原を、 三原とした。平成17年2月10日から2月26日の期間に、堺市が全市域を対象にした日常生活に不便を感じる施設についての三原区域でのアンケート調査の結果。他の地域と違うところは、鉄道の駅と病院が上位に入っていることである。また、身近な生活環境でも通勤通学や日常の交通の便、 病院の便に対する評価が低かった。政令指定都市行政区としては、浜松市天竜区、京都市東山区に次いで3番目に、人口の少ない区であり、旧堺市との合併前後では、東区と同じ区になるかどうかも議論された。区役所の敷地内に立つ盆栽のオブジェ、河内物氏は、三原区の応募を拠点に金属を溶かして、 鋳型に流し込み様々な鋳造製品を製造した中世の技術者を言う。その技術はトライ人からもたらされ東大寺の大仏鋳造でも活躍した。後に河内物師たちは堺に移り住み時代を動かした鉄砲を製造するようになった。堺市立佐月の小学校、中学校は施設一体型小中一貫校として、 教育を実施している。区内に鉄道路線は走っていないが、堺市との合併協議会では、旧三原町側から鉄道の要望は上がっていた。また一部の市議や民間から南海高野線の、萩原天神駅から支線を出す案や LRT の東西線を中央環状線沿いに三原まで延伸する案などが出されていたが、いずれも決定事項ではなかった。しかし、 2007年度中には、堺市全体の総合都市交通計画が見直され、鉄、軌道のない三原区民にとって、朗報となるかどうかが注目されていた。そうした中、2007年7月31日に、大手電気メーカーのシャープが、世界最大規模の次世代液晶テラビ工場を、新日鉄堺製鉄所がある、築工八万町に建設すると発表。 工場が稼働すれば、現在はバスに頼っている、東西ルートの公共交通の需要が、一気に高まることも予想され、堺市では、LRT の開業に向けて、着実にプロジェクトを進めていた。しかし、2009年9月27日に行われた、堺市長選挙で、堺東堺駅間の LRT 凍結を、唱えた、竹山治が現職だった。 木原圭介らを破り当選。計画は白紙になる。前述の通り、鉄道駅がないので区内の交通は、バス路線が中心となる。南海高野線、近鉄南大阪線、近鉄長野線、地下鉄御堂筋線の駅へ連絡する。旧三原町時代の2000年に、町内の公共施設を結ぶバスとして、三原ふれあい号を運行開始。 4路線あり、南海バスと近鉄バスで2路線ずつ運行。他の区のコミュニティバスと異なり、運賃無料で、いずれも月曜金曜運行。また、東区のふれあいバスが、区西部に停留場を設けている。2013年6月末に、堺市宅で運行していた堺市、ふれあいバスと共に廃止。後に、堺市、乗り合いタクシーが一部地域を代替している。 堺市との合併寸前、平成16年6月に、旧三原町が、堺市の了承を得て、今まで蓄積された基金を、地域の発展や住民福祉の向上を目的として、町民に還元するために作った、補助金制度。つまり、住民の自由な意思で、施設の建設や、設備の購入に使うことができるのである。しかし、合併前の坂市の議会の一部で異例の、 クレームが出た。というのも、この補助金の元助すけには、旧三原町の職員の退職手当基金や、建設事業基金なども含まれていて、紳士にとっては、どれも必要な基金であったからである。また坂市側には、このような制度はなく、税を公平に使うという観点からも問題があった。結局、平成17年4月28日より住民が、 総額の5%負担。平成20年度に廃止も含め検討し直すという、堺市方式でこの補助制度は、平成27年3月31日まで、存続されることになった。地域愛補助金の限度額はその地区の世帯数などによって決まり多い地区で、約1億9200万円。一番少ない地区で9970万円。 また補助金の総額はすべての地区が限度額いっぱいまで申請した場合30億円以上になる。堺市、三原町合併協議会により提示された新市建設計画。目的は堺市と三原町の一体化であると同時に立ち遅れている三原区の道路整備や下水道といった公共施設等の社会的なインフラに巨額を投じて 境市並みにする計画である。計画期間は平成17年度から平成26年度まで。予算総額は872億円。そのうち人口わずか4万人弱の三原区に437億円を10年間で投じる。ちなみに、旧三原町の平成14年度の決算見込みの普通建設事業費が13億円程度で、単純計算すると、 旧三原町ではおおよそ30年間かかる事業を、この計画では10年で完了する予定になっている。ありがとうございます。